はい、今回はですね、Adobe の After Effects CC2021 なんですね。新しい機能、Cinema 4D のですね、レンダーラーがやっと出ましたね。これ立体にするっていうやつなんですけども、まあ、ちょっとそれをですね、検証していきたいなというふうに思います。今までって、あんまり触れられなかったんですよ、この手の話題に。3D 的なものっていうのが、チュートリアルでもなかったでしょ、一個も今まで。ほとんどないんですよ。で、これは、今までのレンダーラーがあまりにもね、使えなくて、遅すぎちゃって、これ出したらみんながクレーム来るんじゃないかなと思ってて、それではなかったんですね。で、今回2021になって、まあ早くなったんじゃないかということで、少し期待して、ちょっと検証してみたいと思います。まず、Cinema 4D の、レンダラーが何ができるかというところで、ちょっとまあ軽く作ってみましょう。まずは、はい、ここで、なんか打ちましょう。電報字にしましょう。電報字で打ちました。ちなみにね、うちの Mac は、あれです。CPU です。CPU での、レートレースなんで、はっきり言って遅いですね。もう、これ2009年の Mac なんで、なんか電源壊れちゃってね、ずっとね、電源落としてくことないんですよ。2年間ぐらい、この Mac。どうなっちゃってんのかなと思うんですけど、本当はタイタン入ってるんですけどね、ちょっと認識しないということで、CPU でやります。で、まずは打ち込みました。で、まず一番最初変えるところね、ここです。コンポジション設定の 3D レンダラー。はい、ここの項目が Cinema 4D って増えました。増えましたね。はい。ここでポチッとします。で、ここで、まあ、有効と無効というのがありますね。まあ、有効なことと、できませんよ。まあ、ちょっとこれ、エフェクトっていうのがね、ちょっと残念なんですけど、まあ、ちょっといろいろ試してみたいと思います。で、ここでまず Cinema 4D にします。します。はい。そうすると、何も変わらないんですけども、ここのテキストね、テキストのところから、はい。今何も出てないんですが、3D レイヤーをオンにします。はい。オンにすると、はい、ここでですね、形状オプションというのが出ました。出ましたね。で、ここで押し出し、まあ立体にするわけですから、文字を押し出すということで押し出します。はい、このぐらい押し出しましょう。と、なんとなく押し出されたのわかります?この辺。で、これ、わかりにくいんですよ。で、ちょっとね、いろいろとやってみたいと思います。まず、新規のね、そうだな、ライトでちょっと、ね、少しわかりやすくしよう。はい、ライト。はい、こんな感じで、おっとっとっと、ライトが、こんな感じで、あ、また、つかみにくいな、このライトいつもね。集中しないとつかめない。よしよっしゃ、来た。はい。こんな感じで、もう立体になってるのはライト使うとわかりますよね。はい。で、これをですね、まあちょっとわかりやすく、そうだな、なんか、こちらからエフェクトプリセットで、そうだな。アニメーションプリセット、ちょっと選んでみましょう。まずアニメーションプリセットが使えるかどうかですよね。これがね、使えなかったらちょっとどうなっちゃうんだろうなって。まあ、一番簡単なアニメートに行きましょう。これにしましょう。はい。そうすると、文字単位でスピンをしていく、お、これは効いてますね。効いてます。有効です。はい。アニメーションプリセットは有効になりました。いけましたね。いけましたね。はい。よかったーって感じです。で、次、影の方見てみようかな。神経平面で、影。ちょっと影つけますよ。はい、ここでやって、ちょっと1画面だとわかんないので、2画面で左右、はい。こっち今、こうなっちゃってるんですね、上から見るとね。さすがに奥行き感が出ましたね。はい、こんな感じにします。で、グレースケールちょっと小さいんで、ここね、トランスフォームでちょっと大きくしますよ。もう背景作るときはね、もう全く大きくしちゃって構わないかなと思います。はい。で、こうしました。で、せっかくだから、カメラもつけちゃう。奥行きあるからね。カメラは真ん中の28でします。はい。そして、ちょっとカメラ動かして見てみましょうか。よいしょ。あと、よいしょ。おい。よいしょ。つかめないよ、これ。よし。カメラ使います。それで、こういう風にしました。よし。はい。で、今、こんな感じで立体が結構見やすくなってますよね。こんな感じで分かりやすくなってると思うんですが。はい。で、ここで何するかっていうと、影つけられるかなっていうんで、ちょっとやってみましょう。まず、ライトの方で、ライトオプション。そこで、これですね。影のシャドウを落とすオンにします。そして、こちらのマテリアルオプションで、グレーの方ですね。シャドウを落とすオンにします。で、ラストもう一個ですね。このテキストの方で、マテリアルオプションで影を落とすオンにします。さあ、どうでしょう。ちょっと考えすぎじゃないか、これ。
時間かかりすぎだぞ、これ。え？あ、来た来た来た。来ましたよ、来ましたよ。来たんで、ちょっとね、これだとまだわからないんだよね。わからないんだよね。なんで、ちょっとね、このね、電報時のね、文字を、そうですね、少し傾けてみるとわかるかな。傾けてみましょう。これだとちょっとわかんないんで。よいしょ。よし、傾けるぞ。傾けるよ。はい、90度傾けた。そうすると、どうでしょう。どうでしょう。考えてる。考えてるよ。おっと、影も来ましたね。来ましたよ。影も奥行きが出ました。あ、これは大きな進歩ですね。すごい大きな進歩。本当はなかったのが多くなるということで、例えばベベルの値ちょっと縮めてみましょう。じゃあ20ぐらいにしましょう。ちょっとやっぱ時間かかるね、これね。また。どうなんだろう、皆さんのマシンだとうまくいくのかな。 GPU、 あ、来てますね。奥行き、うん。来てる来てる。おー、優秀優秀。やりましたね。ここまではなんとかいった感じがします。で、こっから、ちょっともう一回元に戻して、エフェクトは使えないのかなと思って、ちょっとね、セーバーとか使えたらいいなと思って、ちょっと試しにやってみましょうか。やってみましょう。セーバーかけます。はい。こんな感じでかけます。で、セレクト。これはまあいいとして、はい。このコアをですね、はい。テキストレイヤーに設定。そしてテキストレイヤーから電報時を選びます。さあ、どうかな。これ来てくれるとすごい嬉しいんですよね。発行する立体文字っていうのができるんで、嬉しくなっちゃうんだけど、どうでしょう。お、なんか、期待はできるのか？期待はできるのか？さあ、どうでしょう？やっぱりダメか。これできたら、結構見直しちゃったんですよ、アフターのことね。もう見直しますよ。よくやったって思うんですけど、これ、惜しいなぁ。これだとやっぱり、あれですね、エレメント 3D かシネマ 4D 作るのが早いんじゃないかなっていう感じになりますね。この辺がね、ちょっといまいちなんですけど、まあこの他ね、テキスト以外でも、シェイプレイヤーとかにもね、立体物使えるんで、まあちょっとした立体でなんかこうカメラでヒューって寄ってくるのはいいかなと思うんですけども、ちょっとエフェクト系ね、多分これグローもダメだと思いますし、結構ちょっとね、厳しい状態かなという感じがいたします。